ストグラダインか。救急隊殴り込みに行こう。え、なんで俺何救急隊殴り込みに行こうか。散るってるから、あいつらサボってる今。待て俺ごめん、マジごめん、マジごめん。暇そうかなと思って。生卵？暇かなと思って。生卵だよ。ほら、生卵連れてきたから。生卵だよ。生だったら傷んでるでしょ。あ、隊長、丸さんいますよ、ちょうど。傷んでないよ。ほら、生卵。生卵。生卵だよ。生卵だよ。なんでそんな色なの？ほら、生卵だよ。ほら、生卵だって。生卵。そう。何ができるの、生卵は。お腹と足首割れてね。めんどくさい。あ、ほら、めんどくさい。あ、わぁ、ぐでってしてるわ。あ、そういうことね。わぁ、ぐでってしてる。ぐでってしてるわ。ぐでってしてる。めんどくさいね。ほら、ぐでってしてるわ。めんどくさいね。チルしてる？チルしてる？ありがとうございます。ほら、生卵はモノマネが得意なんだよ。やって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 。まあそうなっちゃうっすね、普通に。生卵はモノマネが得意なんだよ。何を言ってるのかよくわかんないんだけど、どういうこと？そんなことないよ、モノマネが得意。急に連れてこられて何をさせられてんの、僕は。ねえ、ねえ。一人サザエさんやって。一人サザエさんって何？やってみて、一人サザエさん。ほら。バカじゃの前でやる？ほら。え、バカじゃの前でやるってどういうこと？なんかできるの？ほら、やってごらん。え、何？一人サザエさん。一人サザエさん？やめて。一人サザエさん？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。いっぱい考えるからね。バカじゃに勝てんの？バカじゃに勝てんの？バカじゃに勝てる。もうたまたまだからあれ。やってみよう、一人サザエさん。ちょっと待ってね。いろいろ構成考えるからね。すっごい量の人が見てるな。やっばいな。頑張れ。頑張れ。じゃあ、ちょっと待って、ジュズさんちょっと手伝って。いいよ。ジュさん？タカタカタッタ、タカタカタって言って。わかった。ちょっと待ってな。いくよ。いきます。タカタカタッタ、タカタカタッ、タカタカタッタ、タカタカタッ、タカタカタッカ、タカタカタッ、タカタカタッカ。ただいまー！姉さんは今日もお買い物に行ってるってね。どうしたんだい、カツオくん。あ、お兄さん、僕はね、今日学校を早退してきたんだよ。ダメじゃないか、カツオくん。そんなことしちゃ悪い子になっちゃうよ。あ、カツオ兄ちゃん、悪い子です。あ、タイちゃんにバレちゃった。うぃ、何をしてるんだ、マスオくん。アナゴくん、なんでこの家に来てるんだい。いや、今日はマスオくんとご飯を食べに行こうと思ったのにね。いや、今日は家族とご飯を食べるから今日は無理だよ。うぅ、そうか、じゃあ今日は帰らせてもらうよ。お兄さんは今日も一人でご飯を食べるってね。ナイスファイトだったけど、あ、こぼしこぼがで車一般としてます。
クソボケクソボケバルー俺は何をしているんだくるくる頭ぐるん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 頭ぐる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 ってカツオのパワーがすごかったカツオのパワーが緊張がしないけどすごかったけどもう勢いでいくしかないと思っちゃったもん、うんうん、ありがとうごめんごめんいや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 全然全然全然これになれないといけんからまだ抗議あるわけじゃん、うん、勧誘した方がいいそうだからどうしてんのどうしてんのどうしてんのほら生卵ですどうしてんのほらあーやこんにちはこんにちはじゃあでも生卵って言いますあ生卵さはい誰じゃあまたマチョじゃあジョニー待てはい生卵と喋ってあげて生卵は何してる生卵はね暇だからねうんぼーっとしてたらズズさんってこの人に連れてかれて今さっき救急隊でクソほどモノマネしてきたよえこっちは何卵なの僕ですかはい何卵かですよね何卵なんですか僕何卵が気になるんですね、僕がね。そうですね。何卵、はい、僕はアイドルのです。はアイドルのです、僕は。アイドルの卵そうです、そうです。アイドルのです、僕は。はい。アイドルの卵です。初期ピース。ほら。ね卵さん、行こっか。行こっか。行こっか。卵。はい、なに裏切ったな、今 あのね、この子ね、いやこの子ね、やめてモノマネが得意なんですあ、モノマネが得意なんだ福山雅治のモノマネめっちゃ得意なんで聞いてもらっていいですか、マジっすかはいじゃあ、行くねはい、うん、どうも、福山ですあっちゃんキメルソの反応、実に面白いすごいだろ、うちの生卵すげえ、生卵が喋ってるそこかい生卵こんだけあっていろいろそこかいでも、モノマネが得意なんすよねモノマネ得意なんよじゃあ、一個じゃないっすよね、さすがにもちろん一個じゃないよね生卵めっちゃ持ってますよ、うん何ができるんですか生卵を使って何がうーんいっぱいレパートリーあるでしょだってどうしようかな何個あるの生卵何どうしたの生卵何個持ってんの何個生卵何個持ってんだろうなうーん銀玉とかご存知ですあー知ってますよもちろん銀玉いけるんじゃないですかあ銀玉うん、じゃあ、あ、いや、銀さんじゃない、ごめん。あれ、なんていうの、うんこくさいだっけな。うんこくさいはクレヨンしん、あ、そうそう。わかる。貧乏くさいかな。あ、貧乏くさいだ、うんこくさいじゃねえや。うんこくさいは、しんちゃんだ、ごめん。うんこくさいはクレヨンしんちゃんの。ごめんね。柳生流の。そう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 。おじいちゃんね。はい、じゃあ、そこの。いいのかよ。そこの、え、わかる。君はわかる。俺はわかるけど。オッケー、うん、じゃあ、そのワンシーンね。ワンシーン。ガチャ。ビッグフットだけども。ティッシュかなんか持ってない。似てるやったーほらほらほら来たよかっ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 たもっと見たいなほらよかったよかったよかったもっと見たいっすよねこの生卵すごいねすごいっすようんもっと見たいねハタ王子もできますよこの生卵ハタ王子もできんのうんハタ王子は結構わかる人多いんじゃないかなハタ王子ハタ王子ハタ王子うんあ
ダバドペース。これ。ちょっと、あれ、貧乏くさいがちょっとうますぎて。ビッグフートだけどもティッシュかなんか持ってない完璧なんだ。うまい。完璧なんだって、それだけ。うまい。それだけ完璧なんだって。すいません。これ、どんどん聞きたくなっちゃうよ、おじいさん。どうしよう。すいません。ほんま、すいません。もう、そういう場を設けますんで、今度。あ、お願いします。こいつのそういう場を設けます。はい。はい、ありがとうございます。ライブお願いしてもいいですか。もちろんです。はい。たまたまライブ。モノマネライブを。はい。何番ですか、生卵さん。お、生卵ですか。ずずさん何番ですか、今日。ず230です。あ、230です。はい。プロモーターだと思うんで、ね。おお、ありがとうございます。あ、プロデューサーさん。はい、一回もらっときます、じゃあ僕が。じゃあこれで、足しにしてください。ありがとうございます。ありがとう、なんか。ありがとう。ちょっとこれで何とかします。ありがとうございます、はい、マジで。お願いします。ありがとう。俺、バイクねえや。え、日本僕もレジオにないよ、何も。ないや、ないや。じゃあ、お疲れ様っす。おはようございます。500万もらったの。嘘だろ。何だろう、俺やるわ。ありがとう。229。229。マジで半分。いや、いいよ、500万でいい。10万、10万、10万。はい。ありがとう。イラついてますね。生卵って書いてた。どうしました、どうしました。あ、生卵って言います。生卵何されてるんですか今。何されてる、はい、おしゃべりしてました。おしゃべりしてたんですね、うん、俺、うん、この生卵の特技知ってんすよ。はい。こいつめっちゃモノマネが得意なんですよね。え、そうなんですか。レパートリーがもう7色あって、はいはい、何でもできるらしいです。なるほど。なんか勝手に振られてる気がする。今日私初心者マーク今日外した記念に、じゃあ何か見せてください。お祝いでね。いいじゃないですか。いけるじゃないですか、モノマネ。マスオさんとアナゴさんの下り、うん、下り、オッケー、うん、はい。じゃあ、どうぞ。本当にあったワンシーンね。はい。おはよう、フグタ君。アナコ君、おはよう。お、マスオ君、あ、今夜よかったらいっぱいどうだい。あ、ごめんよ、アナコ君。今日はお父さんとご飯を食べに行く約束をしていてね。あ、そうか。じゃあ今日は、あ、じゃあまた今度誘うよ。あ、お父さん、ここのお店ですよ。ガラガラガラ、いらっしゃい。すごいすごい似てる、めちゃくちゃ似てる。 ありがとう、素晴らしい、うまい、ありがとう、うまい、ありがとう。ニャースもできますよ。ニャースまで、ニャースできますよ。ニャース、あ、ポケモンの、ポケモンの、ポケモンのニャースか。ニャースできますよ。ニャースか、うん。あ、じゃあズズさん、はい、ホワイトホール白い明日が待ってるぜって言って。わかった。じゃあいきますよ。はい。ホワイトホール白い明日が待ってるぜ。なんてにゃーし。お、来た。お、似てる。似てる。似てる。来ました、生卵でございました。生卵です。ありがとうございます。生卵でございました。ありがとう。ズズさんもモノマネできるんですか。あ、ズズさんもね、なんかできるらしいですよ。おい、君、今日はこのラジオにゲストで来てもらいました。どうぞ。フラッセーだぜ。フラッセーはヤンチューさんのラジオに乗れてフラッセーだぜ。あー、来てくれてありがとうな。ではなんかフラッセーだぜ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録
高評価もよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。